です。おいや、久しぶりやね、これ。お久しぶりです。いや、俺もうやっとやなと思って。ね、松木好きやもんな、これ。好きっすね。ね。はい。好きっす、ね。じゃあ、トークしていこう。はい、お願いします。お気に入りの曲、今回のテーマ。わかんじゃないですか？え？わかんないですか？俺、マサダでいつも1曲目にかけてるっすけど。1曲目？マサダクラブハウスついて、うん。1曲目に絶対かけるじゃないですか。いや、どこまでお前聞こえてると思ってんねん、お前。あの、メジャーの、うん。心得っす。心得。聞こえてくる？聞こえてこないですか？結構ガンガンで流してるんですけどね。ほんまに？意外と。で、絶対1曲目流れるのそれなんで。トレーニングルーム？はい。いや。じゃあ。聞こえてこんから、ちょっと。もう少し上げます、音量。歌う？え？いや、歌えない。あ、歌えへん。あまあ、歌っていうかメジャーが好きで。それも聴いて僕のスイッチ入るんで。ああ、だから来て、はい、一発目にかけて、はい、もう気分ガッて上げて、はい、で、準備していく感じ？もうルーティンっすね。ああ、はい、そうなんや。それはここなんや。家とかじゃなくて。そうですね、家では絶対流さないです。へえ。家ではスイッチオフなんで。あ、静かにしてるの？はい。あ、そうなんや。家では静かっすよ。めっちゃ、ね、一人で。じゃあ、オンオフははっきりしてんのかな？そうっすね。だからここに来て、そう曲上げて、そこはオン。俺多分家にいる俺見られたら、うん、別人じゃないですかね。あ、そうなんや。一人で、ね、家事黙々として、携帯いじって、うん、YouTube 見て。うん。静か。そうなん。一人の時間楽しんでますね。あら。今ね、チームでも、シーナの後継いで、ミーティング前の4分も叫んでるし。はい。ね、まあ練習中ももちろん。シーナくん元気かな。見てますか、シーナくん。見てくれてるよ。ちゃんとやってるかって多分。シーナくん会いたいですね。ね。まあでもね、引き継いで、はい、しっかり声出して。はい。あれは、あの曲を聴いてるから、声も出るってことだよね。はい。一発目に。はい。なるほど。以上、松木でした。松木でした。お疲れ様です。じゃあ、ここからオフへ入っていきます。はい。静かモードに入っていきます。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。気をつけて。はい。おーい。